校は基本的な生活習慣や基礎学力を身につけ、卒業後自立して生きる力を育むためのキャリア教育に力を入れるエンパワーメントスクールです。本校の特色ある授業のデュアル実習では週1回丸1日の職業体験実習に年間を通じて参加します。本校には外国にルーツのある生徒も多数在籍しています。多文化理解教育をはじめとした人権教育にも力を入れています。 2,3 年生ではデュアル実習をはじめとした豊富な選択科目から自分の進路希望や興味関心に応じた授業を受けることができます。漢検、英検、数検だけでなく福祉分野の就職後も役立つ介護職員初任者研修などの資格を取得を目指した授業もあります。就職、進学、どちらの進路に向けても頑張ることができる学校です。私は中学生の頃から勉強が苦手で、特に数学が苦手でした。でもこのモジュール授業を受けて数学への苦手意識を減らすことができました。その結果、数学を勉強するのが楽しくなりました。私はデュアル実習を通してコミュニケーション能力の大切さを学びました。職場体験に行かせていただいたとき、分からないところなどがあれば企業の方々に積極的に質問をしました。そうするとコミュニケーション能力が身につき、中学生の頃はみんなの前で発表することが苦手だったけど、今はみんなの前で発表することが得意となりました。私は中学生の頃、人前で発表するのが苦手でした。そしてポスターを書いたりするのも苦手でしたが、関田高校のエンパワーメントタイムという授業を受けて自分の意見を変えたり人前で発表することができるようになりました。今では大学進学に向けて面接練習を自信を持って答えることができるようになりました。私は中学1年生の時に日本に来ました。日本語が全くわからないままに中学校に通っていました。1年間ぐらい日本学校にも通っていました。基本的な日本語を学んでいましたが、日本語をしゃべるのは苦手だったので周りの人と話す自信がありませんでした。しかしこの高校に入ってから私はすごく成長したと思っています。日本語だけでなく日本の文化も理解することができました。卒業後自立して生きる力を育むためにも、本校では厳しくも丁寧な生徒指導を行います。またスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、キャリアコーディネーターといった専門人材を多く配置しており、学校生活や家庭での出来事の相談や進路についての相談ができる体制も充実しています。本校の入試は2月に実施される特別選抜と、日本語指導が必要な帰国生徒、外国人生徒入学者選抜があります。